ジロー、よろぴこ。やるなら今、明日に向かってブレイバー、よろぴこ。大谷君なんか信じられんもんね。多分どういう、まあ野球が楽しいんでしょうけどね。そうだろうね。全く、まあ今吉子さん言ったような世界は全く経験中かないでしょうね。まあ知らなくていいことだけどね。まあ楽しみはあるじゃないですかね、そういうことだって。でも野球が楽しいんやろうな。楽しいんでしょうね。すごいと思う、うん、別世界にいるよな。いやでもね、俺だったら死ねって言われたやつ知らな、うん、なそうでしょ。だって牢獄の中にこうやって鉄格子なんか入れられてると思うよ俺。ただ野球だけやってくださいってですね、うん、無理無理、ひん負けるもんこれ。横浜どうだったんですかね。横浜って横浜はよく行ったですね。横浜は知り合いがいたから、フランス構造とか、フランス構造とか、うん、いろんな飲み屋が昔あったから飯もうまかったしな。そうでしょ、横浜はいろんな、僕教えてもらったんですよ。結構昔横浜ってよかったよ。最終戦はね、チェックアウトしろよんですよ僕に、はいはい、僕とね、白竹だからな、チェックアウトして3人で朝まで飲んだりして、はい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 、その時はまあ女の子来るんですけど、まあ帰る日ですから。なるほどなるほど。制服着てチェック、もうチェックアウトしてたんです。朝新幹線向かうと。ああなるほどですね。あったですね。楽しかった。でも古澤さんはいなくなるしな。ああそうそうそう、古澤さんどこ。いない来て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 ない。後楽園球場。違う違う、横浜や。あ横浜ですか。来てない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 。そうそうそう。でパッと見たら後ろから女の子の車でこう手横に座ってこうついてきた。小葉さんの時ですね。でマネージャー西賀さんがバレバレだったな。もう完璧にな。宇佐さんいない、球場にいない。球場にいない。そう、面白いですね。そんなや僕ね、吉岡さんね、吉岡さんあのロッテ行ったでしょ、うん、その後に大吾さんっていう人、大吾さん、うん、で、うん、高橋義彦を中心にピッチャー一人をもらいたかった。僕入ってたらしいですよ。義彦さんと川端へって。で僕編成の時金田さんまで来たんで、うん、金田さん、おわお前うち指名してたんだよ、義彦のなおもりでな。おもりですか。いいとこついてるね。いいとこついてるわ。あの時杉本とさ白竹、白竹お前も指名したんだけどな、向こうは上鳥さんが誰だったかな、野崎さんでないわ、誰か球団代表断ったね。これでおもりでお前をもらおうと思ったんだよ。杉人見たなんで。でも本当にね、俺のあの余波を食らったのは水上、高沢、そうそう、ね、杉本、白竹。そうね。白竹さんね、でもまあ今カープでね、あれやってるんだろ。やってます。あのもう編成部長、編成部長ですよ。すごいの。髪の毛なくなってますけどね、ほとんど、まあ、僕も薄いですけど、あいつはほとんどないですね。侍、ラスト侍って言われてます。ほんまに聞きたいですよね、その頃どうだったのか、白竹さんその時の心境を。白竹って面白いよね。あの、吉川さん覚えてます、浜松かどっかでね、中日と相変わらず乱闘、はいはい、試合前にはおいピッチャーも来いよってブルペンが遠くにあるんですよ。はいはいはい。それで僕と白竹が今日も乱闘あるんかなーなんつって、はい、相変わらずなったんですよ、はい、ジョージとかいう選手がデッドボール食らったんかな、中日の、はい、で乱闘だーってバーッて引くんですよ、はい、でスパイク入っとるんですよ、みんな、はいはいはい、コンクリートの上走るじゃないですか、はいはい、ちょっとコンクリートの上走って球場入るんですけど、白竹突っこけて、吉子さんね、まあ、絶対ピッチャーも参加せよって、僕はうまくできたんですよ、はいはいはい、次の日、白竹、肘落ちて、打撲で、二軍行き。僕、あれ、今でもね、白竹、お前、不運だったよな、不運ですね、コンクリ滑るからね、うん、コンクリ滑りますよね、ケーマ滑りますもんね。あいつ、すってんころにして、肘打ってね。だって、誰だったから、ね。達明さんもう行ってやろうって張り切ってたら転んだっつってきて、うん、そうですか。いや忘れたいことばっかしだな。いやー面白いわ。まあ楽しかった。今日の川端さんは初出しがいっぱい。でも本当に何だろう、知り合いも多かったし、うんうん、で芸能人の人たちもな、うん、みんな亡くなった人も、高人もそうだし、よくしてくれたし、みんな。ただ一人だけまだ会わせてもらってないんですよ、松山千春さん。あ、千原さん ね好きでね、うん、あ会うぞ会うぞなんて言ったけど、今度コンサートの時来たんやな、千原さんね。徳島でもコンサートされてるじゃないですか。徳島はなかなか来ないですよ、ああいうとこ。ちょっとね、また
まあいろんなでも合わせ物だですよ。あの本当テレビで見る有名な人、はい、ねグループあの今ちょっと問題になったようなあれですけど、ね、歌手の人も何人か。谷村新司さんなんか言うのはね、吉岡さんが俺ちょっと会わんからお前行ってこいで、ね、深夜かね。そうでしょ。どっかの広島の医者お医者が、そう、うん、先生が吉岡ちゃんさん行かん言うから誰かおらんかって言うて、で僕のとこも来た、歌が好きだろう、うん、で僕と誰か行ったやつも今だったら行ってたのに。これ谷野慎さん、だあの頃浜田翔子さん、浜田翔子さん、僕あのギター回ってきましたよ浜田翔の。そうそう、誰か僕受け継いでこれ吉彦さんからずっとあ、そうなんですか。そうそう、だからスナックカネーシってあるんですけどあのスナックカネーシっていうのは寮の、はい、寮のね部屋をカネーシがスナックにしたんですよ、はい優先入れて。ああ。俺はもう吉彦さんが出行ったもんだから自分の好きなようにあいつしやがって。そうだ。そうですよ。で下の部屋は川口が、うん、いつでも外で出れるように、うん、1階の隅っこやから、うん、2階をあいつ優先入れてから、うん、スラックかねえし道原さんが寮長になった頃言うたら絶好調ですよ、あいつかねえし10時頃集まるんです、はい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 、そこに、ね、自分でキープしてるんですよ、はい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 、僕ら冷蔵庫かねえしでかいにかかってね、はいはい、キープして僕らこれ飲みながら、はい、浜田翔吾さんからもらったギターがそこにあって吉彦さんが受け継いできたやつが、はい、弾いて歌って寮長が帰ってからそこから出勤するんですよ優先ですよ優先。面白いっすね。金石に聞いてください。このあの優先はね、自分で弾いたんですよ、あいつソファーまで買うて、あいつ部屋に出すんですよ、スナック金石って看板ウケる。あれ出したんですよ、ほんまに。だから今店やっとるからそういうのは持ってたんですね。あまあな、何でしょうね。初めて聞いた。びっくりしたよ。だから吉彦さんが出てたもんだけ量はみんなしたい放題なんですよ。それよりも何よりも小川辰明さんレベルで喋りじゃないですか。吉彦さんいい思い出作ってくださいね。いや面白いよ。まあでも一番動いてる時やな。そうでしょうね、多分。そうですね。それは量でもね、うん、量でもね。指令も多い時やもん。全部。芸能関係からいろいろ。まあ。それが今、町会議員ですよ。いやいや、町会議員。トップ当選。トップ当選ですよ。まあ、それはトップ当選するわ、みたいな。いやいやいや。もう今日は流せないのがたくさんあるの。いや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 。いや、面白いかもしれない。ピーピーピーって、たくさんあるの。いや、全部流しますよ。俺そん殴ってきたかな。殴ってますよ、そらもう。でもさ、ほんま中村翔生なんだか高橋義彦、中村翔生なんだか高橋義彦、中村翔生高橋義彦、火じゃないの？火じゃなかったですね。火じゃないと思います。ないですよ。だから中村翔生頑張ってほしいですよね。まあ、本当頑張らないよ。ね。マジで。だから吉彦さんの場合は夜も昼も、うん、いや昼もじゃない、夜、うん、夜も、夜中も頑張れたね。そうそう。あいつの場合はどっちかだけだったんですよね、中村の場合は。まあ、二刀流三刀流っていうのは吉子さんのこと言うんかもしれない、うん、あの嬉しい二刀流じゃないお前の言ってることはバタの言ってることは、ね、僕らはねあんだけ元気が出ないですよ。俺だって海遊魚元気ですよ。海遊魚って言われるもん。パワフルですよね。サメかマグロって言われるもん。そうですよ、もう動きを止めたらダメそう、うん、言われるもん。今ほんま違うで、静かにもう本当におとなしいおじいちゃんよ。年取らないですよね吉子さんね。いや今もスケジュールハードですよ。ほんま取らないな。膝と近々顔見たけど膝と股関節がボロボロ、ね、もういつも痛いけど、でそれもゴルフするけどね。なんかな、いやー、ね、面白かった。今日はね、P が多い。んほとんど P じゃないか。いや流しますよ川端さんのね、会話最高。そうでしょう、うん、最高ね。え怖いわ俺。いやまた P 何言われるんやな。いや最高ですよやっぱり。あ、秘密兵器でしたね。牧坪先生知ってる？はい。亡くなったけど、広島の。はいはいはい。知ってます、知ってます。ここで、YouTube で牧坪先生話したんや。あの頃、はい、佐々木とさ、清原も可愛がってくれて、はい、飯食いに行ったんやな、俺。それ以外はもう全部、あの町民の声を聞いて、学校行ったり。大変だったの、寮の前で起こされてから、あのちっちゃい運転練習場言えたかもしれない。そうですね、あいつはもっと、あいつ本当に喋るからね。本当にもっと、いろいろもっと。ちゃんは分からんな。ちゃんって。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねとコメントをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。